国家ブランド力ランキングなどでは毎回上位になるなど、海外においてポジティブなイメージを持たれることが多い日本。時には理想化されることも少なくないのですが、今回の翻訳元では日本在住の外国人女性によって日本をバッシングしたいわけではないという前提のもと、あなたの知らない日本の側面が伝えられています。今回はこんな記事をご紹介します。私のように宮崎映画で育った人なら、理想の日本のイメージを頭に思い浮かべている可能性が高いです。ハウルの動く城、魔女の宅急便、天空の城ラピュタなど、彼が描いた美しい風景と魔法の世界は他の場所では真似できない美しく素敵な世界であると信じさせてくれました。ところがそれらの映画は全て日本を舞台にしていないのです。日本は世界の他の場所と同じように映画やメディアを見ることから期待するものと全く同じではないかもしれません。そうです、日本は他の多くの国よりもはるかに綺麗であり、自然は絶対に素晴らしいです。しかし東京に留学しているある学生が気づいたように、日本を含め世界のどこにも完璧な場所はないのです。日本は多くの国と同様に男女平等の問題を抱えていることが知られています。しかしこれが何を伴うか知っていますか？日本には男女で仕事に対する大きな差が存在しています。私の母は日本で働いていると上司から、女性だしオフィスに来たばかりだからという理由で毎朝早朝に来て同僚に熱いお茶を入れて出すように言われたと言っていました。若い男性が入社してもそんなことは言われていなかったのに。日本ではサラリーマンが出勤したり仕事から帰るのを多く目にしますが、ほとんどのサラリーマンが12時間から18時間働いていることをご存知でしょうか。そのため電車の中やベンチや歩道で眠っているのを見ることがあります。日本でサラリーマンとして雇われると経済的に安定することができます。彼らは日本で平均的な稼ぎ手ですが、より多くの研究とニュースが出てくるにつれて、彼らがプライベートの時間と自身の健康に過大な犠牲を払っていることが分かってきました。日本の多くの子供や妻はサラリーマンとして働いている父親にあまり会っていません。家族を持ち家を買う余裕があることには強い憧れがあり、夢であったりします。そしてその夢を叶える方法は長時間働いて稼ぐことです。日本には過労死という言葉があります。過労で自殺したり心不全で死亡したりするサラリーマンの割合は非常に多いと言われています。過労死は日本の男性と家族にとって大きな根本的な問題であり、統計は責任を問われたくない企業によって歪められています。実際過労死を目の前にした男性は家族にそれほど負担をかけたくないという思いで青木ヶ原に出向いて人生を終わらせることがあります。青木ヶ原は死の森として知られています。仕事や上司に大きく依存するため、全てのサラリーマンが過労死するわけではありませんが、パチンコや居酒屋、漫画喫茶がたくさんあるのを見ると、サラリーマンが仕事のストレスから解放される方法であることが簡単にわかります。日本人は周囲の環境に対して大きな敬意を払います。路上でゴミやガムを見つけることは滅多にありません。しかし、日本は完璧だとか、綺麗だという考えは完全な真実ではありません。落書きがあったり、地面にガムが落ちていたり、投げ捨てられたボトルがあったり、特定のエリア、特に夜間の地面に未知の液体があります。これは東京が美しいという考えを否定したいわけではありません。どんな国の主な都市でも当たり前の風景だからです。日本人は一般的にポイ捨てをしませんし、リサイクルという良い仕事をしています。
日本がこんなに綺麗なもう一つの理由は、清潔さは神を敬うことであるという神道の考えがあるかもしれません。さらに公共交通機関もそうですが、街中を清掃する人たちがいて、清潔にするため手入れが徹底的に行き届いています。それでも酔ったサラリーマンが公共の場で立ちションをしていることもあります。日本が美しいと言っても悪い部分はあります。日本の都市で清潔ではない場所や路上にゴミを見つけてもショックを受けないでください。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。日本を海外から見て理想の国にし続けたいと思う人は高評価ボタンを押してください。また今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。